イラン外務省の報道官は8日、イランが核合意の修復に向けたアメリカとの間接協議でアメリカ側に二度と合意を離脱しないとの保証を求めると明らかにしましたバイデン政権に無条件で核合意の維持を確約させたい思惑ですまたアメリカ側に制裁解除のほか、核合意から離脱した責任を取ることを求めるなど強硬な姿勢を示しており、29日に再開する協議は難航しそうです